ちょっと机汚いなと思って拭いてるんですけども、これオープニングの動画の下りにいるかなって言われたらやっぱいらへんのか。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、あ、ちょっと喉痛い。今回ですね、こちらのプリンに醤油、わさび醤油をつけて食べると、なんとですね、このウニの味がするっていう情報を聞きましたので、これを試してみたいと思います。はい、それでは早速ですけども食べていきたいと思います。ちょっとね、わさび結構好きなんで、ちょっと多めにして、これをちょっとわさび醤油の方にしていきたいと思います。ん、ちょっと多かったかな。はい、それではですね、これを、これをちょっとね、わさび醤油の方につけて食べたいと思います。ん、なんか若干気持ち悪いな。大丈夫かな。これでなんとね、ウニの味がするらしいんですけども。はい、それでは食べてみます。ん、いや、なんか、いや、違うような気がする。いや、ウニって言われたらウニのような気もするけど、いや、ん、なんかよくわからんな。ん、あ、なんか ウニっぽい。これ結構醤油つけて食べないと甘さが出ますね。甘さの方が勝ちますね。これをわさび醤油につけて、あ、ウニっぽい。はい、ウニ結構ね高いんで、こちらのプリンと醤油で代用できると、そういうわけです。はい、こちらすぐに検証できる実験なんで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。